今回ですね、ソフィット太陽光を40円キロワットアワーで買い取り、ネクストエナジーらが、蓄電池購入者向け限定プランというニュースですね。これね、やっぱり非常に注目に値したのが、ソフィットの太陽光40円ですね。で、今までこんなに高い値段で買い取るところって全くなかったなと思ったんですけども、蓄電池購入者向け限定プランというところに気をつけてみていただきたいと思います。しかもですね、ここを読めば、なんでこの値段で買い取るのかっていうのがよくわかります。ネクストエナジー&リソースは、エネオス3エナジーと共同で蓄電システムを購入した顧客のソツフィット太陽光発電の余剰電力を、1年間限定で税込み40円キロワットアワーで買い取るキャンペーンを実施するということですね。はい、皆さん1年間限定ですよということですね。しかも蓄電池買わなきゃいけないというところと、ソツフィット太陽光の余剰電力ということですから、まあこれね、どういうシステムになるかわからないんですけども、蓄電システムをつけた場合には、余剰電力は普通はですね、蓄電池に行くわけでなんですね。だから余剰電力がないってことですよ、ほとんど。まあそういう設定をすればいいのかもしれませんけど、まあ大したこれはニュースじゃないよっていうことで、言葉のあやというかですね、こういったものの穴に気をつけましょうよというニュースでもあります。ね、これ非常に美味しいように見えますが、よく見ていくと全然そんなにね、美味しくないよっていうところですね。こういうニュースを上げてていいのかどうかわかんないんですけど、でもね、やっぱりこう騙されちゃう人っていると思うんですよね。40円キロと、あ、すごいなって。で、まあ蓄電池って言ってもどんぐらいなのかなって、値段も書いてないしっていうことなんですよ。ね、ここら辺気をつけましょうというところです。ネクストエナジー&リソースは、2020年9月3日、エネオスグループのエネオス3エナジーと共同で、蓄電システムを購入した顧客のソツフィット太陽光発電の余剰電力を1年間限定で税込み40円キロワットで買い取るキャンペーンを実施すると発表したと。で、対象は再生可能エネルギーの固定価格買取制度の買取期間が満了となる住宅用太陽光発電設備を所有し、エネオスのエネオス太陽光買取サービスを利用するとともに、キャンペーン期間内に蓄電システム、IE 電池ハイブリッドをエネオス3エナジーから購入したユーザーとなる。申し込み期間は2020年9月1日から11月30日ということで、まあこれも結構限定ですね。2ヶ月間限定ということです。で、通常のエネオス太陽光買取サービスの場合、買取価格は北海道、東北、東京電力エリアの11円キロワットアワーが最も高く、これはね、エネオスの太陽光買取サービスの中でですよ。今回のキャンペーンでは大幅にプレミアムを乗せた価格での買取となると。キャンペーンの対象となる蓄電システム、IE 電池ハイブリッドは蓄電容量 10.24kW のリチウムイオン蓄電池、契約電力 75A 相当まで家中のコンセントが全て使える全負荷型で、連携出力 4kW、自立出力 3kVA かな、20V 機器の利用にも対応しているということですね。まあ蓄電池としてはまあまあ優秀なんですが、これね、もっと大事なことは蓄電池の値段が書かれてません。いくらするかわからないんですね。ということはですよ、まあはっきり言っちゃって、このネクストエナジーとエネオス3エナジーですよね、3は、まあこの買取価格を40円キロワットっていうのに、まあ多少払われるとしても、蓄電池にその分上乗せしちゃってですね、買取価格というかね、電気の値段っていうか、まあ蓄電池の値段にですね、その分を乗っけちゃって、全然利益出るんじゃないのっていう感じですね。いやー、なんかね、こういうちょっと詐欺っぽいというかね、ギリギリいけちゃうんじゃないかっていうところの、ね、ニュースをそのままこれ出してくるっていうのは結構すごいなと思ったんですよ。しかも1年間限定ですからね。これずっとじゃないんですよ。1年間限定って全然大したことないですからね。まあこれ、売電とかしてる方にね、どれぐらいなのか聞いてみるといいですよね。まあ月々1000円とか2000円ぐらいですよ。せいぜいね。
売電できるって言ったって、相当な太陽光発電設備を作ってない限りは、そんな売電量っていうのはできないです。で、太陽光発電設備をそれだけつけるってことは、設置費用もかかってるわけですし、大体ね、その太陽光発電設備の買い取り期間が終わるのが10年ぐらいですよね。で、10年ぐらい経ってくると、今度ね、パワーコンディショナーがダメになってくるんですよ。で、皆さんそこで、ハッと考えるわけですね。じゃあ、パワーコンディショナーを、直してね、買い取り期間が終わったと、ピット期間が終わったという場合には、別の買い取り期間がいろいろ出てくるんですけど、まあ、さっき言ったように、通常ですと、これ11円とかなわけですよね。これは高くてと。まあ、私が知ってる中ではね、20円いかないですよね。15円とか、13円とか、そんな程度です。まあ、その程度であれば、もう、細々とですね、なんかこう、ちまちまと売ってるっていう感じで、全然大したことないですね。だから結局はその、東京電力からも、まあ電力会社はどこで契約するかわかんないですけども、基本料金とかが問われつつ、まあ全くですね、自分のところで使うパワーでね、やっていけるっていう形じゃなくても、まあ夜間なんかは使われちゃいますしね、太陽光発電してない時なんかは。だから蓄電池をつけるしかないんですよね。やっぱり自宅の部分の太陽光発電を活かしきるっていう場合ですと。じゃあその蓄電池を買い取るってなると、こういったいうふうに高すぎるので、まあ、ちょっとこういったソツフィット太陽光の40円キロワット買い取りなんていうね、まあ1年間限定ですけどね、なんていう形で、まあいかにも良さそうに見せて、限定プランという形でやってるという形ですけども、これだっていくらするかここに書いてないですからね。まあ相当高いんだと思います。100万円切るってことはまあないでしょうね、おそらくね。100万円前後でなかなかいいなと思ったのが、まあテスラさんのパワーウォールぐらいです。あれだって、まあ保証とかはついてますけどね、施工費用なんかをこうや考えると、180万とかね、なんか大阪の企業さんが書かれてましたけど、まあ、ぼったくりですよね、私から言わせると。だから、結局ね、その、太陽光発電設備を自宅に取り付けて、うまくやっていこうっていう場合ですと、何を考えなきゃいけないかっていうと、そのまま系統接続するかどうかっていうことをまず考えなきゃいけないですね。完全独立する、いわゆるオフグリッド化するのかどうか。オフグリッド化をしない限りは、こういった蓄電とか売電とかですね、あるいはそういったもので、まあ、ちまちまといろんな会社から小銭を取られていくっていうのは、まあ、小銭じゃない場合もあるんですけどね、パワーコンディショナーの入れ替えとかね、そういうのをやっていくと、小銭というかですね、まあ大きなお金も結構取られていくというふうになるというふうな結果になります。まあこれは都会でもね、田舎でも同じですね。うん、どこの電力会社と、まあ電力会社に結局ね、つながってくるんですよね。系統接続をするというのはそういうことなんです。じゃあ、完全にオフグリッド化するっていう場合ですと、まあ開けオフグリッドってね、前にもご紹介した本、佐藤千佳さんなんかがね、やってる方法なんですけど、まあ、それなりに家を省エネ化して、で、自宅の蓄電池をですね、これも安いものにするんですね。例えば、佐藤千佳さんなんかは、自宅にですね、フォークリフトのハイバッテリーを使って、蓄電池をやってるという形です。まあ、これをね、10個ぐらいつなげるのかな。ちょっとね、忘れちゃったんですけど、いくつかつなげて、設置もですね、まあ、電気工事士の方がいれば、全然問題ないんですけども、何しろね、バッテリーが安いですね。15万とか20万ぐらいで済むみたいです。まあ、その分ね、そのハイバッテリーなので、バッテリーの容量がなくなってきたら、それをまた買い直すっていう形になります。で、1年に1回とか2回とか、それぐらいのペースで買い直すみたいなんですけども、まあ、それだってね、1万円いかないそうですね。5000円とか4、5000ぐらいでこう買い直して、ハイバッテリーを利用していくということになってくるそうですね。で、あとパワーコンディショナーも、そんなに高いものを設置しなくてもいけるそうなんですね。そのハイバッテリーからこうやっていくと。まあこれも電気工事士のね、方の設備の、資格を持っている方にやってもらわないといけないんですけども、まあそこまでこう設置してしまえば問題ないと。であと太陽光なんですが、これもですね、まあできれば、屋根じゃなくてですね、下にやった方がいいんですね。庭が広ければ一番いいんですけども、その庭のところに設置して、洗えるようにしとくと。
このね、洗えるかどうかっていうのはすごく大事なんですね。太陽光発電設備っていうのは、ほこりとかが結構積もってきたりとか、汚くなってくるとですね、途端にやっぱりその発電能力が落ちるそうです。だから屋根に設置しちゃうとそれができないんで、あとはですね、メンテナンスの面ですね。例えば鳥の糞とかなんか汚れがくっついてですね、一部に太陽光の光が届かなくなるというふうになるとですね、他のところを経由して発電するようになったりするんですね。あるいは熱です。今、夏の暑さっていうのはかなりのもんですから、その熱によって断線したりすることが結構あるんです。その断線が見つかったときにすぐ修理したりとか、パネルをね、取り替えたりとかっていう部分、一部取り替えたりする機種なんかもあるらしいんですけども、そういったことで対応できるように、屋根じゃなくてですね、下でこう、メンテナンスができるようになると、その時にもね、費用がやっぱり抑えられるんですよね。で、まずは洗っちゃえばそんなことはないんですが、そういう日々ね、まめにこう洗うということができるような状態に持っていけると一番いいそうです。これはね、田中優さんっていうね、もう自宅で全部そのエネルギーをね、太陽光発電のエネルギーをもうやってる方が、実践している方法ですよね。で、私が以前ね、ご紹介したプロパンじゃなくてですね、ガスで発電する機器っていうのがね、やっぱあるんですけど、ガスというかね、ボンベですね。コンビニなんかで売っているカセットコンロ用のボンベで、2個つけてやるっていうのがあるんですけど、田中優さんはですね、プロパンかな?プロパン用の発電機っていうのを自宅に置いてあるそうです。まあこれは本当非常用ですね。蓄電池の電気がなくなった場合用に、雨とか、発電能力が落ちた時とか、いざという時用ですね。そのようにプロパン用の発電機っていうのをこう設置していましたね。だそういうので、二次的、三次的に予防しておけば、別に停電っていうのも怖くないし、機器が壊れた時もそんなに怖くないというふうにもなりますし、天候によって、何かね、こうビビるっていうこともなくなるということですよね。だからそう、オフグリッド化っていうのもですね、段階を踏んでいろいろ勉強していけば別にそんなに難しくないでしょうし、オフグリッド化をすることによって、電力会社とですね、電気をこう送ってくるものに対して、一切気を使う必要がなくなるんですよね。なので、電柱も取っちゃっていいよという、自分の近くまで来てる電柱とかね、そういうのも取ってくださいっていうふうにできるそうです。ですから、そういった意味でもですね、景観がちょっと良くなったりとかっていうケースもあるみたいですけども、何しろね、自分のところでエネルギーを作って、自給できるっていうのは非常に安心できるというところでもあります。世間がね、台風とかで困ってる場合、自分のところもね、こう守んなきゃいけないですけどね、太陽光発電設備っていうのは、しっかりと、メンテナンスしていかないといけないっていうのはありますけど、基本的にはね、壊れるってことはほとんどないみたいですし、メンテナンスって言ったって水を引っ掛けてね、きれいにしてあげるだけなので、そんなに大したことないですよね。それがめんどくさいってなったらやんない方がいいですけどね、もちろんね。だけれども、その庭とかに設置して、田中洋さんなんかもそんなに大きな太陽光発電設備じゃなかったですし、もちろんね、お金に余裕があれば、このちょっとパワーのあるものに後でね、切り替えるなんてこともできるでしょうし、更新をするっていうこともね、別に10年間じゃなくて、持つだけ持って、最後のね、枯れるまで使ってもいいでしょうし、そこら辺のその自由度っていうのが飛躍的に上がるわけですね。で、フォークリフトのハイバッテリーって言ったって、それだっていずれはダメになるかもしれませんけど、今ね、EV が出てきてるわけですね。で、車用のリーフってありますよね。あれのバッテリーがどんどん性能が良くなってきて、それのハイバッテリーを使うなんていう方法もあります。もちろんちょっとね、フォークリフトのバッテリーは高いみたいですけども、バッテリーはバッテリーなんでね、つなげるだけですから、そんなに難しくはないと思います。アンペアが違うから、ちょっといろいろ工夫が必要なのかもしれませんけれども、そういったところで並列でこうつないだり、直列でつないだりとかっていうね、昔乾電池でやったりしましたよね。そういったつなぎ方とか、いろいろ工夫は必要かもしれませんけれども、いろいろやり方はあるという方法なんですよね。で、そういう DIY がやっぱりめんどくさいとか、そういう方は、接続したまんまでやっていただいてもいいと思うんですけど、その代わりにこういうね、めんどくさいことが起きますよということではあります。
まあほとんどはこう面倒くさいことがあるよって言ってもこっちの方を受け入れる方の方がほとんどだと思いますけどね。ただ中にはそのオフグリッド化して、自分宅のエネルギーはなんとか自給できるようにするというふうに考える方もいらっしゃると思います。はい、まあちょっとね話がずれてしまいましたけれども、ちょっとねこういう罠にも引っかからないように気をつけましょうねというところですよね。いろんな今ねあのサービスっていうのがこう出てきてますけど、まあ基本的にはですね、そのサービスを売り込もうという会社が儲かるようにしかできてません。基本的には。あの皆さんがこう導入して得することっていうのはほとんどないと思った方がいい。っていうかまあゼロと思った方がいいですよね。そういう視点からこういうのを見るっていうのが、まあ、私は大事かなと思って今回の動画も作ったんですけども、まあこれだってね、ちゃんと見ればすぐわかることなんですけど、まあ、ソスフィット太陽光40円キロって書いてる、うわ、すげえなと思ったりする人もいるかもしれませんが、1年間限定ですよ。で、今まであのフィットをね、対応してきた方だったらすぐわかると思うんですけど、まあ、40円で買い取りしたって1年間だけじゃ全然何にもならないよと。10年間だって全然設備投資したものが返ってこないよっていう人が、まあ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 ほとんどだと思いますので、私はね、それで設備投資したものが、全部そのね、売電で、賄えたっていう人はね、聞いたことないんですよ。できた人いたらね、コメントしてほしいぐらいなんですけど、まあだから、まあ得はしないよねっていうことなんですよね。ただ、オフグリッド化をしていくっていうのは、私はその人のね、まあいろいろな人生の考え方の中で、生き方の中でとか、家族の中でとか、いろんな考え方がある中で、やっぱり今後日本の中でもね、こう流行っていった方がいいなという考え方ではあります。なぜかというと、やっぱり大きな電力に頼らないようになっていくからですね。自宅が一個一個そうやって独立していく、あるいは地域で、まあね、電源をね、融通し合っていくってことができれば、まあ、最終的には火力発電ですとかね、原子力発電っていうのは減らせたり、なくせたりするんですよ。ね、そういう方向に行くじゃないですか。だから、まあ、そういった方向のためにも、そういう方が増えてほしいなっていうところはあります。だけどなかなかね難しいんじゃないかなとは思いますけども、まあ、まずはこういうね、業者さんがやってくるところっていうのも、まあやっぱり基本的には業者さんが儲かるようにしかできてないよっていうところもまずはね、感じ取ってほしいなというところです。はい、こういうこと言うとね、このニュースやってるところが、ね、怒られちゃうかもしれませんけどね。まあでも私はまあそういった意見っていう子たちでねちょっとやってるっていうだけなので、はい、まあ、ほとんどの方気づくと思うんですけどね。はい。まあ、最後までね、聞いていただいてどうもありがとうございます。